はい、じゃあ終電泊します。深夜の喫茶店みたいなところでね、はい、過ごして、それで朝の一番の七里の空港行き乗るんだけど、はいはいはい、電車がないから結局そうだよね。そうあと行って高崎どっか旅館一泊したってしょうがないからさ、はいはい、だからそういう人が結構いっぱいいるんだよ。そうなんだ。で適当に横になって、はい、いたりする、そういうとこがあってね、はい、それはどこにあるの？ね、東口にある。高崎の？高崎の。あ、そうなんだ。でそっち行くのにはだって東口か駅からバス乗るんだから成田行くには。ああ、なるほど。なんかで電車も、うん、電車もあるんだけどさ、あそこで乗り換えて、はいはい、だけどバスがね高崎から出てるの、成田行くの。それに乗ってくの一番いいんだ、うん、ね。で一番もう一直線でトイレ休憩寄るだけで乗り換えました。行っちゃうんだもん。気が楽だ。そうそう。ただしだけど私なんか朝のその電車がないから、はい、最終の電車で行って、あの高崎駅の中のね、はい、暖かいところの人がいるからね、結構寒くてもね、暖房が効いてるからいいんだよ、横になってて。あら、知らなかったね。それで朝の7時に、うん、電車がないから結局前の日行ってなきゃ乗れないよ、そのバスに。そうだよね、成田行きのバスに乗るのにはね、行ってなきゃだって、で電車が渋く